いえー、札幌 2days 近づいてきましたんで、えー、これのですね、結果予報やっていきたいと思います。はい。ちょっとタイトルマッチだけに絞っていくんで、前半の前哨戦とか、そういうタックマッチ系は、えー、ちょっと今回はカットいたします。はい。というわけで早速やっていきまーす。はい。では、まず初日の2.23の方からですね。はい。 えー、まずは第5試合 IWGP 女子選手権あごめんなさい間違えました IWGP 海外大物女子接待王座選手権試合岩谷真優 VS 白川美南、はいえー、この試合の結果予報なんですけどもあまずその前にこの IWGP 海外大物女子接待王座ベルトとは一体どういう意味かというふうに思った方がいるのでまずは、えー、これについてですね言及していこうと思うんですけども 説明しよう IWGP 海外大物女子接待王座ベルトとは元 WWE などをやめた海外大物系の女子を接待するために作られた大物系女子接待王座用のベルトであるちなみに新女神天生ベルセデス・モネ様降臨のための儀式としても使われる必須アイテムでもあるぞ はい、えー、一応まあこういう風な背景があって、はい、えー、IWGP、海外大物女子接待オーザベルト。まあこういう風なのが正式名称なんですけども、えー、というわけで、えー、この試合ですね。岩谷舞対白川美奈。この試合の、えー、結果、予報です。これはズバリ。岩谷舞選手。 はい、えー、勝利です。はい。まあまあ、そんな感じですね。はい。岩谷さんは、多分、しばらく長期政権持つんじゃないのかな、という感じですね。で、今ちょうど、この海外大物系の女子っていうものがうまく釣れなくて、で、メルセデス・モネ様自体も、あの、AEW に持ってかれそうな感じするんで、うん、なので、まあ、岩谷選手が、まあ、しばらく持つんじゃないのかな、みたいな。まあ、そんな感じではありますかね。はい。 え続きまして、第6試合。IWGP ジュニア選手権試合。デスペラード VS ショー。はい、えー、この試合の予報です。おめでとうございます。えー、デスペラード選手の勝利とさせていただきます。はい。地味にね、あのー、旗揚げ記念日で、IWGP ジュニア対 IWGP ヘビーオーザー。これがもう先組まれちゃってるんで、 まあ、ワンチャン、ショーが行くんじゃねえかな、とかっていう可能性もなきにしろあらずあらずって感じなんですけども。いや、ショーがね、旗揚げ記念日のね、メインイベントに来るってことはないでしょう。うん。まあ、そんな感じですね。だって、ショー対ナイト、ショー対サナダ、これはちょっとね、弱いね。弱すぎる。うん。なので、まあ、そこも考えたら、まあ、デスペラード選手が防衛。まあ、これが一番硬いでしょうって感じですね。で、ショー選手の、ストロングスタイルか。ストロングスタイル入りっていうのは、まあ、 どうせ俺は入んねえよとか、まあそういうのでいくらでもなしにできるんで、まあその辺はあんまり気にしなくてもいいのかなというふうな感じですね。はい。はい。えー、続きまして、ネバー無差別級選手権試合。はい。えー、俺たちのイーヴィルパイセン VS 海野翔太。はい。まあこの試合の結果ですけども、うーん、イーヴィルパイセンでしょ。うん。まあそんな感じですね。正直、このネバー戦って、海野が勝つよね、みたいな。 なんかそういう風な、あのー、なんか世間の、うん、今の、なんかそういう感じの空気感を感じるんですけども、いや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 、待てよと。イーヴィル・パイセンは、そんなにやすやすと、負けないでしょう。うん。だから、僕が今、うすうす感じてきている、この、海の対イーヴルで、海のが勝つっていう、この空気感、これに対してですね、僕はちょっと意義を唱いたい。 そして、もっと言うと、この、海野が勝つだろうっていう風なこの空気感。これはイーベルからしてみたときに、おい海野何が新エース宣言だ、この野郎笑わせんじゃねえよ、この野郎えおめえみてえなな赤点ですらばな顔じゃねえんだ、この野郎よく、覚えてけそれから、 清宮。最近調子はどうだ何か困ったことがあったらよ。いつでも連絡してくれよ。また、飯でも行こうぜ。今度は、棚橋社長と、俺と三人で、会食でもしようぜ。何かあったらいつでも連絡待ってるところの野郎。よく、覚えとけ。よし、行くぞ ああまあ、こんな感じでしょ。イービルからしてみたときに、もうなめんじゃねえぞと。うん、まあ、そんなのも感じるんで。まあ、これはイービルが勝利って感じでしょうね。はい。まあ、そんな感じで、一応最後に一応僕からね、ちょっと忠告させていただきますけども、この海のが勝つんじゃねえかと思われてる、このタイミングでの海の待望論。それを唱えてる、このプロレス界に僕は異議を唱える。おい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 、待てよと。イービルパイセンの壁は、そんなに、 低くねえぞ。そんなに甘くねえんだよ、この野郎。よく覚えとけ。はい。えー、というわけで、イーベル選手の勝利というふな、えー、予報でございます。はい。以上です。はい。えー、続きまして、TB 王座選手権試合、棚橋社長対マトリドル。はい。えー、この試合はですね、えー、棚橋さんの勝利と予想させていただきます。はい。この、ワールドチャンピオン、この TB チャンピオンって、あのー、どっちかって言ったら、 マットリドルに持たせてもあんまりメリットなくねっていう感じなんですよね。この TB 選手権試合ってあの割と気軽にこうすぐに選手権組めたりするんでマットリドルがまだどんだけ参戦する頻度がわからないんでだからあ確実に棚橋さんよりもこの日本でのこの参戦頻度って少ないわけなんでなのでこの TB 王座のこの稼働具合とかを考えたら今のマットリドルの うん、この来日の稼働具合で見ると、あマット・リドルじゃない気がする、うん。だからやっぱり今回はまた、棚橋さんの防衛が無難じゃないのかなっていう感じですかね。はい、もしくは引き分けで、マット・リドルにまだ黒星をつけないで、棚橋さんの防衛。まあまあ、そんな感じですかね。はい、なので、この試合は、マット・リドルの稼働率、そしてこの TB 王座の。 え防衛の稼働率。この辺を総合的に考えたときに、まあ、田中さんの防衛が無難。まあ、こういうふうな結果予報でございます。はい。はい。え続きまして、最後にメインイベントですね。えグローバル選手権試合。えフィンレイ対ニック・ネメス。はい。えこの試合はですね、うん、フィンレイ。うん、フィンレイが勝ちます。はい。まあ、フィンレイが勝つ根拠なんですけども、今、ここで、フィンレイがベルト取られちゃうと、 あんまりメリットなくねねっていいう感じです、ね、はい、今、フィンレイはかなり結構勢いを増してるじゃないですか。ドームでもオスプレイに勝ってるし、で、この間の金網選手権試合でもオスプレイに勝ってるし、で、フィンレイの格も徐々に上がりつつ、そしてこのバレットクラブウォードックスの全体の格っていうのもかなり今上がってきてるんで、なので、ここでニック・ネメセに負けちゃうと、今、この急上昇してきたこのフィンレイの格、 そしてバレットクラブウォードックスの株これが全てちょっとんせっかく上がった角っていうのがちょっとはそこでストップしちゃう感じがするので、うん、ここでフィンレイを負けさせてこのフィンレイの勢いこれをんちょっと一旦潰すのはメリットがないっていう感じですねはい。 今このフィンレイツエっていうのがどんどん認識されてるタイミングなんでなのでここでねまたニック・ネームスに勝つことによってあやっぱフィンレイってツエわっていう印象がどんどん強くなっていくんで今新日本プロレスがこの狙っていく戦略としてはやっぱりこのフィンレイツエこのバレットクラブ・ウォードックスの勢いをさらに持続させてどんどん上げていくここが 多分新日本プロレスのの、まあ、狙いいででもあるかなというふうに思うのでニック・ネメスは今回負ける。うん、こんな感じですね。でニック・ネメスは今回負けてもまだまだチャンスはあるんで、うん、ニック・ネメスはここで負けてもそんなにデメリットはない。そんな感じです。で、今回ここで負けるけども、大阪城ホール、6月の大阪城ホールあたりでリマッチして、そこで、 ニニッッッククネネとフィンレイのリマッチでニックネメスが取り返す、まあ、こうやってやっていけばニック・ネメスの角は落ちることなくあの一番こうちょうどいい形で、えー、ニック・ネメスの角っていうのも、うん、使えるかなというふうに思うので、まあ、今回このタイミングであればフィンレイの勝利、はい、まあまあそんな感じがしますね、はいえー、そんなところで以上です、はい、というわけで翌日の、えー、2日目の方ですね この、こっちの方行こうかなと思ったんですけれども、ちょっとこれも喋ってると長くなりそうな気がするので、一旦ここで区切ります。はい。ちょっとまたもう一本あげますんで、その際よろしくお願いします。はい。See you next time.